はい、それでは今どんなのがいるかと聞いてみたら本当に白釣りだそうです。あの人はよく分かってない、白釣りみたいなのがいるというのは近代昭和がいっぱいいるということですから、いいことは間違いありませんと僕は思うんですけれども、さてどうでしょうか。じゃあ昭和やめて今度は白釣りにしたら、これおやしにしてスーパージャンボ白釣りができるかもしれない。さてじゃあちょっと見てみますね。そうだね、白釣りみたいだね。どうしますよ。じゃあ方針を変えた方がいいんじゃないですか。いやでもね、面白いのもいるんだよ。はい、それでは面白いのを見せてください。今日午前中1枚終わってます。これは拾った口だ。これは拾った口です。なんか昭和の選別間違ってんじゃないでしょうか、この人。あれだけバカ言いねえがらいや。ほらまた泣き言言った。また泣き言言ってるこの人は。困ったもんですね。どれほど昭和が難しいか分かったな。いやいやいや、出してみてますね。出してみてるけども、ちょっと特殊だな。こんなにいい親はいないんだよ。いやもう親の問題じゃねえだろ。親の問題じゃねえ。そうかな、選別者の問題じゃないの。君がまだ初めて選別してんだけど、この前赤拾いとおっしゃらせて、ワイのいいの捨てたじゃないか。これはすでに赤は拾ってあります。その拾ったのは私大門不二夫と小林さんがやってます。いいの持ってったんじゃないか。彼はいいのを自分の池に持ってったんじゃないか、もしくはいいのを捨てたんじゃないかとこう言ってますけれども、そんなことはあるはずがありません。だってこの間はまだ全然わからないわけですから。わからないわけだから彼氏は私に任して、一番辛い仕事を私に任して自分だけいいとこ取りをしようとして今日からやってるんだけど、そう、それが会社というもんだ。それがそう簡単にはいけません。音楽は私の好きな軽快な音楽が流れてますけれども、まあ、数はいっぱいいますね、これね。数はいるから、向こうも700ぐらい取ってるかな。おお。午前中もう一枚の池をやりました。700匹くらい取ってるそうです。まあ700匹から7匹出れば 1% ですね。もっと出るよ。おお。30本くらいいいのいたんだ。おお。向こうに写真見せて。おお、30本くらいいいのがいたそうです。後でいいのを見せてくれるそうです。写真を見せてくれるそうです。ところが本当に確率がいいんだ。確率がいい。これがね、昭和というもんなんだよな。一すくいにホームランが1本出る。一すくいにホームランが1本出るわけないでしょう。一すくいに振り逃げが1つ出るくらいなんじゃないのか。いいもんだ本当に。じゃあいずれにしても明日新潟県に台風が最接近しそうですんで、明日か明後日最接近しそうですんで、今日やりましたけれども、これで今1匹もすくわなかった。これが恋ブリーダーの宿命です。だいたいどの親を使ってもそんなにいっぱい出るなんてことはありえませんね。
まさか今ビデオ撮ってるからわざとそこから拾ってるわけじゃないでしょうね。そういうズルはしないでくださいね。1回に40匹は拾ってないな。25から30だな。それの方が効率が上がる。おお。ちょっと疲れる。ちょっと手が疲れる。何贅沢言ってる。結果も出さねえ。まあ見てらっしゃい。アキア、母と言わせてやるから。来た瞬間に泣き言嫌がって全くとんでもないやっちゃう。はい。あげた瞬間なんだよこれって。岩橋くんなんか素人ですからね。そういうの、そういうことを言ってるやつがいるんだな。それはボーナスを下げんきゃダメだよ。それちょっとぐーっと全体にちょっと上げてみて。そっちじゃ上げてみる。ちょっと光が逆光になってさ見えねえわ。見えない。あー間違ったのいっぱい拾ってる。しょうがねえやな、まあ、この人にバトンタッチしてやったんだから分かった。そっちは分かった。こっちに選別前のこの間オタマジャクシも取ってるからオタマジャクシは減ってるはずなんですけれども、まあそれでもいますね。葬式と運動会のようだろう。そうですか。白黒だから葬式、向こうは運動会と。お、初めて聞く例えですね、そういうの。よし、わかりました。いいですよ。写真送ってろか。はい、それではショートレポート、まあ第1回戦目と言いますか第2回目戦目と言いますか、それを終了します。じゃあこれから彼が1回午前中にやったトップレベルの写真を見に行きます。きっと間違ってると思いますけど、では失礼します。